初主演となります池田エライザさん、映画初主演の中尾雅樹さん、そして前山隆久さん、結城康生さんです。やっぱりこう気持ちがスッとなりますね、うんうん、あの撮影期間中もずっと着ていたので、でなんだろう、寒かったんだよね。寒かったですね、うん、冬に撮っていたので、あ、なんか寒くないんだなと思ってそうだね、ホットカーペットの上ずっといたもんね、うん、ずっといて、うん、寒かったですね。そうそう、なんかホッとしましたね。最初の着付けとかはすごい苦労して、でも小笠原流の先生に教えてもらっていて、でそこで弓道の所作とかも全て教えてもらったりしてたので、本当は初めて知る情報がすごい多かったので、本当に勉強になったことがたくさんありましたね。そうね、小笠原流、ここの帯を女の子をちょこっと出すっていうのは小笠原流の特徴で、弓道連盟と違ったり、そうですね、いろいろあって、そうそう、今回小笠原流で、でもやっぱりあの弓道場っていうとても神聖な場所でね、道場に入る時も礼をして、でまた神棚にも一礼して入らせていただくんですけども、 そんなところでキスしちゃうなんて、もうなんかすごく申し訳ない気持ちと、うん、でもやっぱそれが映画の威力というか、なんかね、ちょっとね、いろいろ覗き見してる気分ですね、すごい悪いことしてるところ、悪いことしてるような気持ちになってました、うん、胸キュンシーンが多いですよね。男性陣の皆さんにこれを実演していただきたいと思います。見たいですよね。ほんとかいな、まあ、池田さん見たいですよね。見たいです的ばっか射抜いてないでさ、俺のことも射抜いてくれよ。俺だけ見てる。俺の好きな色はピンクなんだよ。池田さんいかがですか？あ、食らったみたいだね。食らったみたい。一番健闘したってことだよね、今のが。食らったみたいですね。ある一部の層にかなり受けると思います。ね、私もそこです。あ、よかった。まあ、一番一礼してお願いしたいこと。それは何でしょうか。一礼してキス、大ヒット。おととい弓道審査で初段受かりました。おー、すごい。おめでとう。おめでとうございます。皆さん、かっこいい。おお、いいよいいよいいよ、二人とも揃ってるよ。構えて、いいな、絵になるわ、やっぱすごいな。ヒュン、いやいや台無し。はい、拍手。台無し。はい、ありがとうございました。